車両さえあれば手軽に出れるっていうところはすごく本当にありがたいなと、すごくやりやすい環境は作ってもらってるなと思います。まあ、低予算で楽しめるカテゴリーで、まあ、安全に楽しめる、でかつもう競技なので競争もできるっていう面白みがあると思うんですよ。でこのチームグリーンカップの一番の大きなところというタイヤがワンメイクっていうところなんですよね。最初の1戦目が鈴鹿サーキットだったので、これはもう走りたいっていうところから始まったので、まあ、あれは特別ですね。そのプロの中に入っていくってなったらもう恐ろしくてできないんですけど、結構初めての人が多かったんで、めちゃくちゃ入りやすかったカラーだと思います。